金ゆく TV エブリデイ、ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは、前にうまい棒カップヌードル味でご紹介したカップヌードル辛麺。私、辛い麺にはうるさいですから。赤い汁の。まあ、辛い麺。うめえのかな？高円寺のジモンばっか食べてるけど。早速行ってみましょう。はい。お湯入れて、もうじき3分かな。なんだか CM でやってたっけ？このね。シール。ケツの方に貼ってあった。シールとかも、なんか、エコのためか。やめて。カップラーメンのこの、二つの、ピロピロで、止めれますよって言い張ってるんだけど、まずあんま止まらない。まあ、エコなのはいいことなんだけど、で、ちょっとコツがいるな。こう二枚ペロペロあって、ただ、こうしただけじゃね、ビローンってすぐなる。こうして折って、ここに沿って、こう折ると、まあ、申し訳程度だけど、こっちも、うん、ちゃんと奥に爪も立てるし、ここの折り目にも、ぐらい、ちゃんとやって、ようやく、完全ホールドじゃないけど、危ういけどね、みたいなね。まあまあ、コツがいる。完璧でもないし。そんな感じの、蓋のカップヌードル。新しい作戦の、蓋の感想と、味だな味よ、何よりも。香りはね、とってもいいんだよね。僕が好きそうな香り。小比類巻き香りよ。下の方にこずんでるのが、後で発覚するとバカムカつくからな。ちょっと病的に神経質って言われるけど。奥の方まで。混ぜたるわい。OK かな？うん。今日ね、なんかお腹減ってるような、減ってないような。もたれちゃってんのかな。昼背脂、昼もラーメン食っちゃって昼ラーメン夜ラーメンで背脂で胃がもたれちゃったのかな。でもまあ食わないとね、なんかだから。まあまあ、ビジュアルはこんな感じだな。行ってみましょう。どないやろうか。これ邪魔だななんでこうしてたんだろう。こうか。行ってみましょう。本当に美味しいかな？うん。第一印象。まあまあいいぞ。美味しくない？まあまあ。うん。焙煎唐辛子のコクうま醤油味ね。ケーキ漬けよ、ケーキ漬け。うん。美味しいね。カップヌードルの中で上位の方じゃない？
中本のカップラーメンより美味しいかも。これまあまあの褒め言葉じゃない？まあ好みの問題なんだろうけど。僕中本普通なんだよ。なるほどね。あっち。うん。辛いもの嫌いな人がビビるぐらい、結構赤い破片がちらほらあるんだけど、だまあ辛いもの好きな僕はテンションが上がるぐらいか。でも言うほど辛くない。言うほどというか、うん、別に辛くない。辛さ歌ってる？辛梅ぶっかけ焙煎とか、うん、辛さレベル4ね。うん、僕にとってはまあまあ辛くはない。うん、うん、でも味の方が普通に美味しい。やったね。甘辛しょっぱい感じで、うん、判定。カップヌードル辛麺2度。うん、迷うんだよな。気が向いたら買うぐらい別に美味しい。カップヌードルなんてね、そんな好んで買わないんだけど、うん、普通に美味しいよ。いいんじゃない？シーフード、カレーと同じぐらい。そう、気が向いたらふと食いたくなるぐらい全然美味しい。でも常備もしないし、また絶対買うまで約束はできない、そういうことぐらいのレベル。美味しい。辛麺登録してね。